世界中の人たちを、日本人をバカにするんじゃない。私自身日本人をバカにしているところがあるが、それはある意味で今の日本人が腐りきって、アメリカの駒のようになっているから、そういう変わり果ててしまった日本人をバカにしているわけだけど、日本そのものがまでは私は否定していない。で、日本人はなんでバカにされるかっていうと、こういうことがある。例えば一番分かりやすいのは、今私が Apex というゲームをやっているだろう。まあ、そこで渋ゲーミングさんいるよね。渋ゲーミングさんがアカウント変えたら、もう渋ゲーミングさんって分かんないじゃんって、プレイを覗いたら。一般人のふりしてやってたら。で、ゲームを変えて、ゲームを変えて別のゲームしたら渋ゲーミングさんって分かんないし、しかも日本の天皇陛下はスーパー能力を使えるんだが、超能力っていうかね、その天皇陛下でも、いくらすごいです天皇陛下でも、このゲームをやってみたらもうすごい人かどうか分からないじゃないかみたいな。で、自分がすごい人ですよってことをわざわざ言わない、その謙虚さがあるのが日本人なんだ。だから実はあなたが日本に越してきて、隣に住んでいる佐藤さんっておじいさんがいたとする。その佐藤さんは剣道がなんだっけ、1段とか6段とかどっち、数が多くなればなるほど強いんだっけ、わかんないけど、まあ、私は詳しくないから柔道にしよう。柔道で黒帯だったのか。私の格式のなさが露呈されているわけだが、だとか、さまざまな資格を実は持っていたりするっていうわけで、そういう自分は名乗らないけどすげえやつがたくさんいる。そのすげえやつなのに、頭を低くしてるってのは日本人なんだ。で、最近は武芸とかそういうのやる人いないけれど、この話に加えてつける話はできたんだが、それっていうのは武芸を通して精神性を磨く、要するに仏教とつながってるわけだ。人間の秘めたる超能力を発動させる、気のレベルまで使うってことだね。気とかチャクラとかのレベルまで姿勢を整えてっていうか、それでかなり高いレベルまで精神性が上がっていく。精神性を高めて、それで世を平和にしていくっていうのかな、多分。そういう素晴らしい高尚な民族なんだ。で、もともとある戦に負けるまでは、明治維新が起こる前までは、まだ私歴史詳しくないんで、明治維新が来る前までは肉とかほとんど鳥以外は、あとは狩猟でなんかお命ちょうだいとかあるかもしれないけど、食わなかったんです肉とか。それで精神性が高いっていう、そういう高尚な民族だったんだ。
それ何を言いたいんだ、ともかく日本人というのは目に見えないだけで本当に達成力がすごいやつがたくさんいたりするのにとか、そういう外国人が多いとは思うんだよね、それは良くない。そんなことしてるともう、首跳ねるようなことはしないだろうけど、身内でもされなきゃ分からないのかなみたいな感じで、外国人の方々は。So let me explain about the in English. I'm not sure whether I can explain it in English or not. But you guys have to respect Japanese people. They just don't say their truthful, the truthful.Abilities. You may think, you guys just start living in Japan and talking about acquaintances.And there's an old man who is called Sato. Apparently, he looks like a normal, ordinary old man though. He may have a special license or something, actually. That's Japanese greatness.So, the great point is Japanese people don't show their abilities and thinking it as a nothing. And we turn it to our speciality. Because...If you are just this to do something and just mastering everything as arts and do the things, are you kind of just armaments? No.You guys are missing something. We're spirits, right? Basically. We have souls. And Japanese trainings are happening.Kind of ways to neutralize and grow our spirits. That's why Japanese people are so nice and so different.And every Japanese person is forgetting about it, and they have no souls recently though, and just American puppet though. Don't misunderstand Japanese people anymore. Don't disrespect
Japanese people anymore. And probably Japanese people are gonna change the world after the Americans. Thank you for listening.